こんにちは、練習開始です。今回も一緒に練習をしていただく選手をご紹介したいと思います。もう幾度となく出てもらっている伊藤達磨選手ですこんにちはどうもです。そして、まあ、僕と多分一番長い付き合いの中川直樹です。長い付き合い、長い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 です多分テニス界で一番ふざけるやつです、こいつが。翔は一番のイケメンやったけど、なんか一番ふざけるから今日も、いろんな練習をちょっとやっていきたいなと思うので、よろしくお願いしますお願いします。今回なんですけど、まあ、せっかく3人選手がいるので1人1個ずつ自分の好きな練習というか、もしくは今取り組んでいる練習をご紹介していきたいなというふうに思います。まず最初はちょっと辰馬さんの練習からいきたいなと思うんですけど、はい、何しますか？僕は結構上体が高くなることが多いので、それを低く意識するために、あの速いテンポで2人が前でボレーで1人がベースラインで、テンポの速いラリーを、まあ、2分から3分質高く打ち合うことを意識してこの練習を取り組んでいます。嫌です、やりたくないです。じゃあきつい、きついよし。きついもん、これきついもん。あれですね、あの2ボレー1ストロークで、まあ、振り回しまではいかないけど、センターラインのところから、まあ、1、2本動く程度、そうね、あのボレー側が動かしてストロークがしっかり打つっていう練習ですね。これは結構さっき言ったように、なんかずっと重心こんな感じで動かないと、あの結構きついんで、あの足と普通に心肺が結構きついっていう練習になっております。そうっすね、ちょっとやっていきましょう。達磨さんからお願いします。手本見せてください俺だけやるぞ、ね、え、みんなやる、あ、みんなやる、はい、みんなやどうですか、ご自身の練習は。いや、今ね、欲しかったっすね。自分に厳しくやれたと思う
多分今の結構優しかった。今も優しかった。今の結構厳しかった。俺自分どう鏡見て言える、うん、ちゃんとやったって体感で。残り1分。ハザマン。30秒。ラスト、ラスト。どうですか、西岡選手は。いや、すごい。いや、こんだけで。来て。実は昨日、トレーニング。パチパチ足追い込んでる。めちゃくちゃきつい。でも勝間さんもそうですけど、ミスが少ないときついです。健康がミス多いとあんまきつくないんで、直樹くんも入れましょう。からもう一気もミスないんで。いや、ミスるけどちょっと貫きたい。Oh.
ボール危ない、ボール危ない。1分はいはいはい、ああ友達、ああ、はいはい、30秒10秒ラスト1本、直樹さんはミスってたんですか。俺ミスった結構ミスってもいて、どこがダメなんですか。じゃいい練習ってことですか。めちゃくちゃいい練習です。まあ今のボレーなんで、相手が早くボールが返ってくるんで、それをしっかりと早く構えて、打点しっかり前に取って、まああとは結構直樹のところとかも、直樹もそうですけど、ちょっと浮かせてボレーとかしたり、としては、まあ、しっかり打ち切る、後ろがしっかり力のないボールをしっかり打ち切る、まあ、きつくなってきてもしっかり打ち切るっていう練習もできるんで、ボレー側としたらしっかりちょっと動かすボレーもあったり、ちょっと深く目に浮かせて、あの打たせるボレーとかも狙ったりして、まあ、これは基本的にあのストローク側の練習なんで、ストロークの人がきつい状況からでもしっかり振れるようなあの練習をあのイメージしてるんで、まあ、今のも全然あのみんなジュニアの子たちも絶対できると思うし、もう少しきつくするとすると、もうちょっとね、なんか振ったりすることもあって、今日はちょっと真ん中目やったけど、もう少しなんかサイドに振って、もうとりあえず走って拾うやつとかもあるから、あの少しもっときつい、俺もきついのいけるなみたいな、ちょっと M 気のある選手がいれば、そっちもやってもらってもいいかなと思います。はい、もうよしよしそう言ったんやけどやっぱり今回のはあんまり振られてない状況で、いかにそのミス少なく質のいいボールを打ち続けられるかっていうので、まあ2分から3分やったけど、やっぱり正直いいクオリティのボールを何回も打つとなると、当然スタミナもいるし、やっぱりボレー側も絶対ミスしないし、結構いい練習メニューだと思うから、結構みんな取り入れてほしいと思うし、やっぱりだいたいこれがベーシックな、まあ、練習の一つでもあるから、ぜひやってほしいと思います。ありがとうございます。勝野さんからぜひいただきます。